皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は10月30日火曜日、10月もね今日と明日で終わりでございます。やり残しがないかね、チェックしつつ、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて本日のね新規初投稿のボードは長木さんからのねギター用のボードをいただきました。誠にありがとうございます。直列のボードかなと思いつつですね、解説を拝見するとですねワンコンのですね、ループスイッチャーでね制御されたボードのようでございます。で、小さいながらもですね、歪みが3台も入っているこだわりのボードで、今回ボードの方なんですけれども、ペダルトレイン風のものにね乗っけておりますけども、とってもねうまく配置されております。で、それをね、うまく、配置しているポイントがですね、このポリチューン、TCL のねチューナーと左端にあるね、これレッドウィッチっていうですね、ニュージーランドのですねブティック系のブランドの、小型の安いセブンシスターズっていう、モデルなんですけども、こちらをですねこう真横に配置することによってですね、なんとかこうボードの中に収めているっていうのがポイントですね。で、最後になりますけどやっぱりね、フリーザトーンのね、このソルダーレスケーブル、これでね全部揃えられているので見た目もねとってもすっきりしています。ステッカーね、長木さんにお送りしましたのでぜひ届きましたらですね今度パワーサプライの方ねなんか入ってないようなので、こちらをねもし追加されるようでしたらまたボードももしかして大きくなるのかなとかって、ちょっと思っていますので、変化しましたらね、ぜひ、またエフェボーの方ね盛り上げて投稿いただきたいと思います。それでは引き続きエフェボーの方お楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。